はい、大阪の阿倍野区にある、スポーツ選手のパフォーマンスアップに特化した専門整体院体コンディショニングです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はね、こういったチューブ、ゴムチューブですね。これはセラバンドというものを使っています。チューブを使った、体幹のトレーニングですね。特に下半身、ゴルフとかね、野球とかもそうなんですけども、やっぱりね、スイングのショットの時に、ね、必ずちょっとしたこう前傾姿勢ですね、キープし続ける力というのがいります。で、そういったものをこのチューブを使ってね、中の方と外の方と、鍛えていく、トレーニングをちょっと紹介しようと思います。まずこう足に両方これチューブを引っ掛けます。で、足の引き上げ運動なんですけども、必ず体は起き上がらせて前傾のこの姿勢をキープします。で、このまま足を交互に、膝を胸に近づけるように、これは繰り返していきます。しっかり力を抜いて、息を吐きながら、ゆっくり丁寧にやってあげます。で、これを交互に10回ずつ。10回ずつ。を1セット。ね。しっかり伸ばしきる。曲げきる。伸ばしきる。適当にバーって速くならないように呼吸と合わせて連動してしっかり丁寧にやってあげてください。はい、ではね、これね、いくつか、分けてチューブのトレーニング、プログラムしたやつを、お送りしますので、まずまあ第一弾ということで、はい、またね、わからないこととかあればね、下に URL 貼ってるので、またいつでも質問、いただけたらなと思います。で、そういった体のね、パフォーマンスとか、そういったバランスもそうですし、何か怪我の後遺症とかで悩まれてたり、ある場合はいつでもご連絡ください。はい、では今日はこれで終わっておきます。失礼します。